斎藤良は長野県飯山市出身のクロスカントリースキーマウンテンバイク選手である。小学校の時にクロスカントリースキーと出会い競技を開始した。中学時代は全国中学大会に3年連続で出場し、高校時代は2年でインターハイリレー優勝、3年で個人戦2位、リレーでも2位になった。陸上自衛隊陶器戦技教育隊に進み、 クロスカントリースキー選手として、ワールドカップを転戦する生活を送る。トリノオリンピックの代表選考で、全日本優勝、FIS ランキング国内4位の実績がありながら、代表枠6人に入れず、引退を決意する。プライベーターとなった2008年長野輝き、国体スキー競技会を優勝で飾り、雪辱を果たした。MTB は、スキーのトレーニングとして言っていたが、 2007シーズンからクロスカントリーレースに本格的に参加するようになった。2012年 JCFMTV ジャパンシリーズで総合優勝2013年は参戦したレースすべてに優勝2014年も総合優勝しシリーズ3連覇を達成した。2015年のシーズン終了後引退を発表した。スキー選手の田優一は 高校時代の同級生。2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年。ありがとうございます。